公開中の映画、室井慎次敗れざる者の舞台となった秋田にある、東宝シネマズ秋田で26日、主演の柳葉敏郎のほか、福本莉子、斎藤淳、生駒里奈、本郷克行監督が、舞台挨拶に登壇した。柳葉と同じく、秋田出身の生駒は、室井さんと同じ由利本荘市出身の生駒です。まさか自分が小さい頃から来ていた、この映画館で、舞台挨拶に出る側として、そして、ギバちゃんの映画に出るなんて、と思って頑張ってきましたと挨拶した。